新王国ビクトリー、いよいよクライマックスであります。 3WA 世界シングル選手権試合、チャンピオンアジャコング対挑戦者豊田真奈美、60分一本勝負であります。そして放送席にはですね、ゲストとして先ほどリングではですね、ブル様にちょっと一本取られたっていう感じのあのデンジャラスクイーン北斗晶選手に来ていただきました、はい、北斗選手、はい、選手とあえて呼ばせてもらいますけれども、はいはい、まあいよいよですね、今日メインイベント、この試合どう見てますか、北斗さんは。そうですね、はい、やっぱりトヨタの上がってくる力がの方が強いのか、はい、うん、それともやっぱり私とブル中野がね、はい、やっぱりアメリカとメキシコに行って、うわ、強角度バックドロップ、はい、行ってその間前場を守ってるアジャの方が強いのか、うんうん、壁の方が強いのか、新しい風の方が強いのか、そこを見たいですね、やっぱり。うわ、すごい飛距離のミサイルキックであります。まあそれにしてもね、この軍団結成からの一連のこのトヨタの動きというのはですね、まあアジャ王の壁をもですね、破らんばかりの勢いありますよね。ああ、しかしこの壁も厚い、仕出しボディープレス、アジャコングかトヨタマナミか。まあ当然あの東京ドームのね、裏ベストマッチといいましょうかね、アジャ対トヨタの素晴らしい試合があったわけですけど、トーナメント試合、そうですね、まあ、当然あの試合を上回るだけのですね、まあ、今回ベルトもかかってますんで期待できるんじゃないかという気がしますが、うわすごい、うわごっつ、ものすごい音がしました。背中を蹴っていく、この辺りのトヨタの表情も何かですね、この大観衆を魅了する一つの魅力が感じられるわけであります。面構えはスーパースターですよね、今ね。そうですね、なんか北斗さん、だいぶトヨタと対談をしたりですね、うん、まあ、試合前いろいろ話をしていると思うんですけれども、はい、どういう印象を受けてますか、トヨタの。そうですね、はい、トヨタマナミに関してですか、っていうか私は2人に関してなんだけ ど、本当にアジャコングとトヨタマナミっていうのはもう見た目も違うけど、全ての面で違うと思うんですよ、うん、思うっていうか自分がそれは感じることなんだけど、はい、アジャはもう本当に頭で考えるプロレスをするんですよ、うんうん、でもトヨタは何も考えず自分の体から湧き出てくるプロレスをするから、動物みたいですよね、うん、そう。ただアジャはやっぱりプロレス的にはね、頭がいいですね。そう、頭がいいし、ただトヨタがバカだとかじゃなくてやっぱりトヨタは自分の体が動くままに動いてるっていう感じだから、本当対照的かなってね、いう感じで、まあ、ファンにしてみてもこれもう見て一目瞭然、対照的なレスラーですね。技の数で言えばもうトヨタ学び、はい、誰よりも多いですよね、はい、まあ、それにしてもこの今日集まったですね、お客さんの中にどれだけ、まあ、かなりの人数の人がですね、このトヨタ新時代、うん、到来のですね、新チャンピオンを信じてる人多いですよ、はい、この目で確かめようと言いましょうか、ね、歴史のターニングポイントに承認になろうというふうに思ってきてるファンってかなりの人数いると思うんですよね。であります。私日本にいないからわからない、いいけど、はい、アジャはスランプなのかな。やっぱり去年は私3試合ともアジャ絡みの試合だったんだけど、はいはい、だけどやっぱり一ついつも言ってることなんだけど、心にねぽっかり穴が開いてるような、そういうところがすごい見られるから、アジャには、うん、ライバルがいないじゃないですか、うん、だから私にしてもそうだったけど、燃えるものがないというのかな、この女子プロレスの中でね、はい、対抗戦が交流戦に変わって、はい、その交流戦に秋が来て、うん、でみんながぽっかり開いてしまったのかな、うん、その中でやっぱりずっと守り続けてきたアジャには本当に一番大きい穴が開いちゃったんじゃないかなっていう感じでね、うん、だから私は口に出して今の女子プロレスはつまらないって言ったけど、はい、みんながそれを感じてきたことじゃないかなと思うし、これもきつい、はい、やっぱりやってる選手がつまんなければ見てるものもつまらないはずだし、だからそのね、なんていうのかな、波を作るのがねトヨタであったらすごいんじゃないかなっていうかね、すべてのものに刺激を与える人になってほしいなっていうのがね、ただ私とブル中野がいない間に守ってきたアジャにも守り続けてほしいという気持ちもあるし、アジャは僕らにとっては北の海みたいな、ね、もんですからね、もう強くてどうしようもないっていうね、流れに関係なくとにかく常に強いっていうのがアジャコングですから、うん、
まあ、そのだけどね、はい、私思うけど、私もそうだと思うんだけど、強くなければアジャコングでない、勝たなければアジャコングでないっていう、はい、そういうのがもうファンの中でね印象づいてると思うんだ、うん、それもそれは自分自身に感じたことなんだけど、私も強くなければ勝たなければ北斗晶じゃないっていう印象がついてるんじゃないかなってずっと思ったんだけど、はい、でもこれはね、うん、まあ、見る人見る人違うと思うけど、これは間違いだと思うな。やっぱり勝負はね、その時の本当生ものだから、今のトヨタならアジャに勝ってもおかしくないし、うん、まあ、アジャが勝ってもおかしくないし、うん、そうですね、今全場で一番面白い対決じゃないかなと思うからね。これは、はい、今の頂上対決に近いですね、はい、うん、あ、この辺りもきつい攻めを見せています。アジャコング、シャチホコ状態はトヨタ。うわ、まあ、逆にここまで逸れるのはね、トヨタならず、まあ、このシーンあるんですけどね、はい、ぐいぐいと締めていきます。あいつね、曲げても曲げてもギブアップしないんだよね。なんかすごいでしょ、線が入っちゃって今なんか、あいつねなんてやってるつもりになって言っちゃったけど、こんにゃく人間でも、あのジャパングランプリなんかでシングルでねずっとやったでしょ、思ったけどとトヨタ、うん、あのね、いい選手だよね、すごいいい選手なんだけど、一つ言えばね、焦りがすごいプロレスの中で、だからさっき言った通りに、うん、頭で考えないで自分の体の動く、うん、ね、その動きでやってる、ね、そのまんまでやってるでしょ、うん、だから焦りが多い分、その技の正確さがなかったからね、トヨタにその技の正確さが出たらもう本当に恐ろしい選手になると思うな。あの反射神経の割に、うん、ロープの上のやつとか、うん、焦っちゃってね、ちょっと、うん、間違っちゃうとかね、うん、だから新しいことに新しいことにね挑戦していくのはいいんだけど、やっぱり確実でなければ相手にも読まれちゃうし、うん、まあ、ちょっとあのね、こう終盤のがむしゃらになんかひたすらや技をですね、何も無心でかけまくるトヨタマナミの、またそれはそれでね一つ魅力だったわけですけれども、まあしかしそろそろですね、そういう部分も乗り越えていかなければいけない時期にもトヨタの存在自体がね来てるのかもしれませんよね。私もよく詳しいことわからないけど、はい、あの吉田と長谷川早紀江と伊藤薫ですか、はい、あの4人でね今度グループを作るということで、はいはい、トヨタ組ですね。そう、はい、ね、私それを聞いた時にすごいこの前場の中でね相当反対があるっていう風に聞いて、やっぱ選手の中にね反感を買ってる人がねいっぱいいるって聞いた時に、でもこれでやっぱりトヨタも大きくなるだろうし、吉田も好感度ナンバーワンとか言われても今一つ抜けられないところがあるから、だからこれを機会にこの4人が抜けてくれたらいいんじゃないかなっていう風に、やっぱり前場の中を面白くできるのは前場の人間でしかないんだから、なるほど、ね、うん、外の人間では面白くできないから、はい、トヨタもリーダーになったのをきっかけにかなり大きくなってくれればと思うな。自分がそうだったからかな、うん、責任感とかもすごい感じるし、はい、なるほどね。まあ、今お話にありましたそのトヨタ軍団の他の3人もですね、青コーナーじっとですねそのトヨタの戦況を見つめているわけですけれども、さあここはちょっとアジャコングが試合のペースを徐々に自分の方に引き寄せていこうという展開であります。ぐいぐいと締め上げていく、やはり 3WA 伊達にですね5回の防衛を、無敵の防衛を続けているこのアジャコング、そう簡単にトヨタマナミに負けるわけにはいけません。かなり今日はアジャもじっくり攻めていこうという部分も見えますよね。これアジャの作戦じゃないですか。さあトヨタはどこで突破口を見出すか。北斗選手、はい、アジャコングって割とあの試合運びというか、作戦細かくきっちり立てて試合する方ですよね。きっとね控室では立ててないんだろうな、ええ、リングの上に上がって一つの技がこうやって済んだ時に、うん、もう次々と次っていう風に、ね、これやってっていうか、うん、うわちょっと危ない角度で落ちたぞ。
まあその2手先3手先と言いましょうかね、うん、そうやって読んでいくんでしょうね、うん、私も東京古い話になっちゃうけど東京ドームの決勝で当たった時に、はい、アジャが右膝を怪我してなかったら、はい、やっぱりアジャの気持ちがね全部あの膝に行ったでしょ、それで勝てたんじゃないかなと思う。あアジャの気持ちをそらすことを考えなきゃダメかなっていう感じ。なるほどなるほど、冷静にこう組み立ててるうちはもうアジャの術中にハマっていってしまうという、うん、冷静だね、私、うん、当たって今までいろんなほら選手と当たったけどやっぱり一番冷静じゃないかな。プロレスことプロレスでは、そう、おおよそですね、この見た目とはですね全くこのイメージの違うこのクレバーなねところを持ってますこのアジャコング。やっぱり体の大きい選手でしょ、はい、でその体を十分に使いこなしてるもん。ああすごい、なんだキックなんかしちゃう、なんでしょうか今のはね。アジャコング強烈串刺しドロップキック、この巨体から繰り出される信じられない技の数々というのは本当にこの見るもの圧倒するド迫力があるわけですけれども、さあアジャが徹底的に今トヨタを攻め込んでいるそんな状況であります。タイクージがうわすごい、ものすごいパイルドライバー、危ないぞトヨタ、ちょっと攻め込まれているトヨタ真奈美。体の大きい選手でやっぱり使いこなす選手っていうのはやっぱりね素晴らしいですよね、はい、さっきも控室でモニターで見てレジー・ベネット選手なんか、はい、やっぱあれだけあって自分の体ね使いこなしてるし素晴らしい選手だと思うな、ね、私は今日のレジーはまたむちゃくちゃ調子良かったですもんね、なんかね、強さがよく分かって面白かったですね私もあの韓国に遠征に行った時にねちょっと当たらせてもらったので、はい、やっぱりアジアと同じにこう体があってそれを使自分の体をね使いこなせる選手っていうのは怖いなと思うね本当に。まあ逆にその体を体以上のね 120% の力を出して、あのきっとね、はい、体の大きい選手って怪物レスラー呼ばわりされるの一番嫌なんですよ。なるほど、きっと、じゃあじゃあって可愛い子ちゃんって見られたいのかないやだからあの試合巧者だっていう風に見られた方がいいんじゃない、ただ怪物で強いだけだと思われたら、なんかグレードが高くないじゃない、だからある意味では体が大きいっていうのはね意識的に緻密な試合をやるんじゃないかなと思いますね。だから私なんかは体が細い方だから大きい選手、対照的ですよ ね北斗選手の強さっていうのは、はい、大きい選手とやっぱり当たると、よっぽど頭を使わなかったらダメだなと思うな、うん、やっぱりどっちかって北斗晶は細い方でしょう、私もどっちかって言えばほら本能のままに動いちゃうタイプだから、だけどアジャとかやっぱりレジとかそういう選手と当たるとね頭を使わなきゃ勝てないなっていうのを思い知らされるね。もう早くも勝利宣言とも取れるようなアピールだ、コブラスあローリングクレイドルか、あるいはコブラスイッチか、もう読んでるもんね、今の場合なんか入らせてるっていう感じで、投げたっていう、そういう感じだもんねトヨタにとっては屈辱っていうね、だから裏をか完全に書かれてるっていうのかな、だから本当にアジアにはね裏の裏の裏を書かなかったら勝てないね。なるほど、見てる方があんまりよく分かんなかったですね、あ、ミサイルキックかと思ったんですけどボディアタックをそのまま受け止めてボディープレス、いやすごいですねこれ、ここまではちょっとなすべはないというようなそんな感じのトヨタ真奈美、多分今までのトヨタ真奈美っていうのは技の変評会的なところがあったんですよやっぱり、でもきっとそうじゃない、今放送席のね、きっとそうじゃないトヨタが誕生しつつあるんでしょうね、はい、おいや今度は先ほど無限にもカットされたですねローリングの今のは良かったよ、だから言ったでしょ、アジャの気がどっかに向いてる時にるやんなきゃダメだって言ったでしょ、そうしますと今北斗選手の援護射撃ということですね、そうだからアジャの気がどっかに行ってる時に入らなかったらアジャには入れないね、はっきり言ってそんなことじゃねやっぱトヨタマナミ勝てないですよね今ね、だからずる賢っこくなってさあはははずるさあ今度はムーンサルトちょっと正直だったか、完全に読まれていたアジャ、このバックドロップは返してバックを取っておジャーマン、
綺麗に人間強ブリッジ。カウント2。巨漢のアジャコンゴをジャーマンで切って取ったトヨタマナミ。さあここで一気に形勢逆転ということができるか。もう一回ムーンサルト。膝のね、剣山が待っていました。アジャこの辺りよく見ています。アジャまだまだ余裕ですよね。余裕だよ、だってファンにアピールすること忘れてないもん。この余裕がですね、なんともこの自尊心の強い豊田真奈美のハートに火をつけたんでしょうか。わー、出た。トップロープミサイルキック場外。出ましたよ、出ましたよ、豊田真奈美。まあいつ見てもこれすごいですね。これまた出ましたか。東京ドームでですね、見せたあの、やりますよ、机割りのボディープレスかな。もうこれがすごいんだ。これはですね、あのドームの時の机よりもこれ分厚い丈夫な机ですからね。大丈夫でしょうか。頭ばっくり割ったもん。危ないぞ、行ってしまった。もうアジャ呼び込んでましたね、今ね。アジャに二度同じことは通用しないよ。寝てるとこがいいでしょ、ギリギリまで、ね。トヨタもね、まさかちょっと、これ思い出しますね、このパイル。机パイルドライバーってあったですよね。アジャコングの机、トヨタ危ない、トヨタ危ない。うわー、すごい。この机はむちゃくちゃ頑丈なんですよ、これ。半端じゃないよ、これは。真っ二つであります。うわ、完全にセンターから真っ二つですよ。トヨタ大丈夫でしょうか。うわ、無残にもくの字になってしまった机。横浜アリーナ、トヨタコールだ。無然とする表情。しかし何でしょうか、このトヨタコールを逆手に取るアジャコング。やはり今日は皆さんトヨタ応援という感じなんでしょうね。もうそれにしても憎たらしいほど強いのがアジャコングだ。カウント2。へそ投げ、バックドロップ、超高角度。トヨタ大丈夫か、危ない。このバックドロップは本当にアジアの得意技ですからね。効くよあれ、いい、そうですか。カンパじゃないね。うわ、すごい。トヨタ大丈夫か、危ないぞ、危ないぞ。カウント2。トヨタしかしなかなか突破口開けませんね。あのアジアのバックドロップはよく頭から落とすとか言うじゃん、違うんだよね。頭からじゃないんですか。首なの。首の横って感じですかね。斜めにね、斜めに落ちてるから。ちょうどあの男のプロレスの反対側なんですよね。なるほどね。受け身の取り、あ、裏剣、これもかわして、なんだなんだなんだ。ジャパニーズオーシャン。アジャコングをジャパニーズオーシャンで投げた。よくあんな綺麗に投げたですね、今ね。高さ十分でしたよ、今。大変綺麗だったです。これで一気にトヨタ行くか。一気にトヨタ行きますかね。クロスアームですけれども、こういうとこがアジアのスマートなとこじゃないですか。2回転式の右肩で、これもちょっとね、2回目だったんで完全に読まれてましたね。飛びつきの回転もありましたからね、前。本当に頭がいいよね、アジアコンは。2回目は絶対ね。今なんか最高のパワーボムでしょ。まだまだ、出ました出ました。これはね、ちょっと外されてしまった。もうアジャが、これも 3WA の王者としてのね、何たるかというか、もう憎たらしいほど強いという部分を今日は存分に見せていますね、これね。嫌だな、見るのも嫌だ。7レシキ水車落とし。
うわそんなヒッププレスはないぞ。今のも応用編の応用編ですよね。だから裏の裏の裏の裏なんだよね。本当に水車落としがあって回転エビ固めに行きそうで、でも落っこったらすかさずヒップドロップというこの応用力というか、いやすごかったですよ。あれロープが近くなかったら危ないよあれ。これで本当にまでしくしょう。あーアジア本当に強いぞ今日のアジアは。あー、トヨタが起き上がってきた。トヨタが起き上がってきた。なんでしょうなんでしょう、え、なんだなんだ、あ、これはうわーすげー、なんでしょう、リバースのバックスライドみたいなもんじゃないですか。はい、あ、今ちょっとアジアがですね朦朧とした表情を見せましたよ。あーこれもロープ近くなかったらちょっと危なかったか。あんな技食らっても冷静なんだよね、うん。あポジション分かってますもんね、うん。でも頭の中は相当ねクラクラ来てると思うんですよ。ね、あれトップロープから後頭部から落ちたと一緒でしょ、うん。やられた、あこれか、裏剣一発、あ危ない、よくあそこで裏剣が出たと思うわ。あすごいな、びっくりした。いやいや一点、これは消耗戦になってきたぞ。あ場内大トヨタコール、うん、この3万人の大観衆がですねトヨタの耳に届くんでしょうか。3万人もいないか、1万人か、1万人の大トヨタコールをですねトヨタの耳に届いたか。バックドロップうまく対応浴びせていった。トヨタもさすがですよね、そんな何発もバックドロップもらわないですよね、はい。こんな時に食らっちゃったらもう大変でしょう、やっぱり。今日のトップロープミサイルキックの連射か、うわバチンという音で今一発張っておいて、パワースラム、パワースラムだね、式なんと100キロの巨漢がもろに、うわあのアジャの巨漢がですね、あのトップロープから、はい、落ちてくるわけですからね。これは物理的にはこれ1トンクラスの衝撃がトヨタの胸にはあるはずですから、もうこの試合はだからどうなんだろうどうなんだろうっていうふうに考えてみないで、うん、怒ってることを素直にちゃんと、はい、目撃していくっていうことしかないんじゃないですか。なるほど、お、なんでしょうなんでしょう、あ、ちょっとこれは崩れたのか、逆にダメージを負ってしまったトヨタ、危ない危ない、うん、危ない危ない、どっからでもフォールはあり得るということですね、はい。アジャはどんな崩れたりしてもね持ってっちゃうもんねホールにね、うん。いやーでもアジャもまだまだ余裕ありますねこれ。先ほどはちょっとあわやというシーンもあったんですけれども、完全にもう復活して、あ、なだれ式水車落としか、これ、うん、これを返さなかったら、あーすごい、うらけん音がすごい、うらけんものすごい音がこばらまして、あーちょうどこの、お、うまく返したぞ。あの裏剣を食らっているとは思えないこのトヨタの動き、なだれ式の、あ、肩車からそのままなだれ式で落とすのか。アジャは重いぞこれは、アジャは重いぞ、大丈夫かトヨタ、このまま落とせるのか。アジャコング、あーすごい、リングが何かこの壊れてしまったんじゃないかというような、ものすごい衝撃で今アジャコングが落ちていった。技じゃないけどすごかったですね。なんかトヨタマナミ、この横浜アリーナでねまた新たなる伝説を築くことができるのか。んー、もう一回同じ技か、もう一回同じ技か、うーわー、あ、ジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスか、あー7、なんとカウント3、いやー横浜アリーナ大熱狂、まさにスタンディングオベーション状態であります。全員が立ち上がるのか、思わず席を立つファンの皆さんの気持ちがねこれよくわかるわけですけれども、電光石火のこれジャパニーズオーシャン、ちょっとこちらからですとね、はい、手をクロスしていたのがよく見えなかったんですけれども、ジャパニーだから上でジャパニーズオーシャンの形を作ったんでしょうね、作ったんですかね、
北斗選手ちゃんとしっかりクロスしてましたからね、うん、でも、はいはい、あートヨタコールだ、トヨタコール、新たな時代到来と言ってもいいんでしょうか。これはまあでもこれはアジアとトヨタマナミの初のタイトルマッチだからね、はい、あの初ですか、タイトルマッチは、知らない私もなんですけど初なんですね。初のタイトルマッチですから、はい、これが赤いベルトを巡る戦いなんじゃないですか。そうですね、本当に、いやいや、まあそれにしてもトヨタ時代の到来というのをですね、今まあこれは高らかと宣言するのは時期尚早かもしれませんけれども、まあこれは少なくても一つですねターニングポイントですよね今日はね。そうですね、はい、いや僕アジアの、それでもアジアの防衛を信じて疑わなかったですから、はい、ああいう高い位置から落とされるっていうのは、はい、やっぱり体重のある人の方が、倍に、ね、ダメージがあると思うんですよ。で、私なんかだったら頭が痛いとか、それで、ね、自分の体重を支えられるっていうのかな、やっぱり首も鍛えてますからね。でもやっぱり100キロもある人が逆さに落とされて、逆さまにあの高さから落とされると、はい、私が食らう3倍ぐらいか4倍ぐらいのイメージ、ね、ダメージがあるじゃない、イメージのダメージが。勝負はカウント3つですから、はい、それはカウントが入ったものが負けですから。そうですね、まあ、しかしあの序盤から中盤全てこの試合をリードしていたというか、主導権握ったのはアジアじゃないですか。試合運びはそれでも、はい、トヨタよりもアジアの方が1枚上だっていう印象。